日本共産党の大平義信です昨年の総選挙で初当選をし憲法審査会では初めての発言となりますよろしくお願いいたします私は広島県出身の三十代の国会議員として今憲法第九条を何としても守り抜かなければならないと感じています特に命をかけて被爆の実相と核兵器廃絶核戦争反対を訴えてきた被爆者の皆さんそしてこれからを生きる 未来の日本と世界を担う若者の皆さんの思いをしっかりと受け,の受け止めなければならないと思っています今年2015年は戦後70年被爆70年の節目の年です70年前日本が行った侵略戦争と植民地支配はアジアの人々と日本国民に甚大な犠牲をもたらしその痛切な反省をもとにのと戦争はしない戦力を保持しないと誓った 憲法第九条が生まれましたそして70年前の8月には原子爆弾が広島長崎に投下され20万人を超える人々の命が一瞬にして奪われ2つの都市が廃墟と化し幾世代にもわたる言語を絶する犠牲を被りました憲法第九条には二度と戦争を起こしてはならないという決意とともに核兵器の使用核戦争は絶対に阻止せよという思いが込められており それを世界の人々に呼びかけていると私は思います今国連本部で NPT 再検討会議が行われており日本から被爆者の皆さんが最後の機会になるかもしれないという決意のもと参加をされさまざまな場でスピーチをしていますある被爆者の方は被爆者はこれ以上待てない核保有国とその傘下にある国々に対し核抑止力論から脱し 核,核廃絶のための法的拘束力のある枠組みの交渉を始めるよう求めると訴えパン・ギムン国連事務総長も核廃絶の緊急性を疑う者には被爆者の経験を聞くよう求めたいと各国の代表に訴えています今こそ日本は戦争も武力による威嚇または武力の行使も放棄しそのための一切の戦力も保持しないという憲法第9条の立場で 国際社会の中での積極的な役割を果たすべきだと考えます昨年6月日本の未来を担う若者たち1056人が東京に集まり戦争の現実と日本国憲法の価値を学び私たちの命と自由のために声を上げようと訴え私も参加をしましたその集会に向けて全国から一人一人の若者から安倍首相宛ての手紙を集め その数は1067通を数えそこには一人一人の真剣な思いが綴られていました憲法第九条が変えられ日本が戦争できる国になれば戦場に送られるのは若者たちです若者たちの中には就職先がない進学するお金がないなどのさまざまな理由で自衛隊に入隊した人がたくさんいます自分の友人や同級生兄弟姉妹 そしてこれから生まれてくる子どもたちなど未来に向かって大切な時間を過ごしている一人一人が戦場に行き何の罪もない人々を殺し殺される国になってはなりません日本国憲法第九条を生かしすべての人の命が大切にされみんなが平和のうちに生きられる未来をつくるためにと今年の6月にも再び全国から若者たちが集まり集会を行います彼らは次のように呼びかけています憲法第十二条には この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によってこれを保持しなければならないとあります。憲法が歌うこの努力を若者の間に大きく広げ全国から集会に集まりましょう。私はこうした真剣に社会や一人一人と向き合う若者たちの思いをしっかり受け止めて憲法第九条は絶対に変えてはならない。そして九条を含め全てにおいて改憲の必要はなく 国民も求めていないという立場を改めて表明します。以上です